Tokusatsu Network on YouTube. I am Keiji Komiyama, better known as Kyo Delto. I am a writer on the site. And today we have Mr. Yuji Kishi. He is better known as Red Racer in Car Ranger. We're going to talk about what he's doing right now and how he started, not any other things. So, お願いします. In Japanese. In Japanese. You're just subtitles, don't worry about it. よろしくお願いします。 ではまずですね、はいはい、役者になられたきっかけを教えていただきたいです。きっかけですか、はい、もともと僕はバスケットボールを大学の2年生まで体育会でプレイしていて、でその当時、僕がバスケットボールをその大学のバスケットボールチームを辞めた時に、1992なんですけど、はい、バルセロナオリンピックのドリームチームが日本でもすごく話題になって、はい、バスケットボールのブームが来たんですね、はいはい、で日本のテレビ局でもバスケットボールの番組がたくさんできて、はい、その中の一つに今日本でスーパースターのスマップの番組があって、そこに、対戦相手として出演してみないかって言われて、バスケットボールのプレーをするスマップと対戦するっていうところで、出たのがテレビに最初ですね、出演が。でその後その人たちの、きっかけで、知り合いのチームに入って、そのチームが他のテレビ番組、まあ元気が出るテレビという番組なんですけども、そこで、大人気になって、でそのチームが今度コマーシャルに出てくれとか、あとスポーツバラエティに出てくれとか、3on3 のストリートバスケットボールの大会にゲストで出てくれとか、 MC の実況で出てくれとか、はい、そういうタレント的な活動をするようになったんですね。でそこに僕はずっとこう一緒にお手伝いというか、そういう形で出演するようになっていって、でそのグループがもともとモデルさんとか俳優の卵の人たちの集まりだったので、まあそのまま一緒にお芝居やってみないかって言われて、舞台を最初に、お芝居をやったのがきっかけですね。ちなみにスマップの、はい、バスケ試合では勝ちましたか？負けたんです、それが言い訳なんですけどバブルガンブラザーズっていう日本のソウルミュージック、はい、ヒップホップミュージックの、まあ、先駆けとも言えるグループのブラザーコンさんという方と一緒にチームを組んでやったんですけども、はいはい、まあ、彼らはバスケットボールの経験のない方たちだったので、僕一人で一生懸命頑張っていたところまあスマップが僕を見つけて、はい、この人は本物だと、バスケットボールプレイヤーとして、はいはい、っていうことで一気にこう彼らの集中力が増して、マークされてしまって、ワンプレーした後、はい、でマークされてしまって、で彼らもシュートもすごい、なんていうんだろうな、はい、あれがスターなんだなっていうぐらい、はい、もうシュートが決まりまくって、いくら一生懸命ディフェンスしても、はい、もう追いつかない、僕が一人で点を入れても追いつかないような状態になっちゃって、はい、テレビ的にはもう負けてしまった、はい、ああなるほど、そこでスターの凄さを知りましたね、はいはいあるんですかね、そういうパワーというのは。あると思いますね、はい、彼らもバスケットボールをちゃんと教わっていないはずなんだけれども、はい、シュートを入れる、勝つっていうことに関してはなるほど、すごい、なんていうんだろうな、ミラクルが起きたようなのをこう経験しましたね、はい、すごいですね、はい、ではですね、今度はまあその初めて出られたこの舞台からまあ、カーレンジャーでデビューされる時の、はい、という感じだったんですか、そこまで。そうですね、そのグループが、まあ、解散をして、まあ、バスケットボールのブームも、だんだん下火になってきていた時に、いざ一人になって何がしたいかと思ったら、やっぱりお芝居やってみたいなって思ったので、まあ、その当時、たまたま知り合いのいた
事務所に、芸能事務所に入れてもらうことができて、その後半年後ぐらいにカーレンジャーのオーディションがもうすぐあったので、そこでまあチャレンジしてみようということで、あの本当に一般応募からカーレンジャーのオーディションを受けて、それでオーディションもその当時にしてはすごく長くて、半年ぐらいかけて、半年8回ぐらい行ったんですよね。はい。で、それはなぜかというと、だんだんそのテイストが、オーディションのテイストが、その王道のシリアス路線から、はいはいはい、あのコメディ路線に、はいはいはい、台本が、そのオーディションでセリフを言う台本がだんだん変わってって、はい、で、まあ僕とグリーンの福田くんっていうの2人だけが、はい、まあ毎回残っていて、あとの3人をどうやって決めるかっていうので、はい、何ヶ月ぐらいだろう、もうほぼ3回4回やってると大体同じメンバーが、あの人たち残ってんだな、誰が何色だろうなみたいに、思ってたんだけど、僕とグリーンの福田くんだけ残るようになって、はい、あと3人をどう決めるのかっていうので、そっから3ヶ月ぐらいかかって8回ぐらいオーディションに来ました、ね、もう毎日ドキドキで、毎日というか毎月、はい、毎月その結果発表を、はいはい、緊張しながら待っていて、はい、また残ったけど今度はちゃんともう受かってるのかどうかっていうのを気にしながら、はいはい、で他のメンバーとはもうすでに顔知りだったってことですよね、みんな。そうですね、ほぼだからその当時やってた B ファイターカブトのメンバーとかも一緒にやっていて、はい、でまあ後々聞いた話では、スタッフはカーレンジャーで残すのか、B ファイターで残すのかっていうのを、こう。それも考えてたんですか？そう、向こう側で、スタッフの人たちが、はい。彼はこっちにっていう取り合いをしてた。はい。はいはいはい。監督と、はい。プロデューサーたちが。はい。だから、もしかしたら、その、うちのブルーのマス、マス島と、B ファイターカブトの、そうそう、あれな、彼の名前なんだっけ。カブトのやつで、こう。はい。はい、が入れ替わってたかもしれない。なるほど。こともあって、はい、合同でオーディションしてたんで、はい、はい、半年以上かけてオーディションで決まったってことですね。はい。ではまあこのレッドが決まった時にですね、はい、まずその時の感覚を教えていただきたいです。受かったっていう。なんだろう、ほっとしたってことですね。やっぱ半年ぐらいかけて。やっと決まったのと、はい、まあ、レッドになったってこと自体はすごい自分ではびっくりしてます、はいはい、本当に、まあ、昔からゴレンジャーだとイエローがコメディー、はいはいはい、パートだったりするので、イエローじゃなくても自分がレッドだっていうことですごいびっくりしたし、逆に何て言うかな、責任感が、はい、最初からレッドは決まってたんですか？その自分がレッドのためにオーディションしてるっていうのは分かってたんですか？いや、分からなかったです、最後まで。最後まで、最後まで分からなかったです。じゃあ岸さんがレッドになりますって言うと、でもなんとなく5人並んだら真ん中だったり、真ん中だったりそうか、なんとなくこう年が上だったり、はい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 、僕が一番年上だろうなみたいな感じだったりして、レッドかもしれないと思って、なるほど、ましたね。はい、でそれが決まった後、何かその役作りに何かしましたか？特に役作りっていうよりは、そのやっぱり台本が、浦沢さんの台本っていうのはすごく不思議な台本で、はい、なんていうかな、シュールな、はい、意味がわからない、パッと読んだだけでは。本なので、はいはい、どういうキャラクターなのかっていうのは、本当にプロデューサーさんとか監督さんと、毎回毎回こう、ミーティングして、はい、まあ、探り探りですけど、はい、やっていきながらでしたね。はい、もしかしたら、こう、まあ、今までにないレッド像とか、はい、今までにないヒーローの姿を、見せるっていうことと、あと等身大の正義っていうのがテーマとして掲げられてたので、等身大の正義、つまりその誰にでもある正義感とか、その普通のどんな人でもヒーローになれると、自分が勇気さえあればっていうことを共感してもらうようなヒーローになるっていうことで、はいはいはい、
そういう意味ではこう仕事を普段はサボっているけど、いざとな誰かがピンチになった時には、はい、あの体を張って命をかけて戦うっていうような姿勢を見せるような人に作っていこうっていう話をしましたね。確かに、まあ、自分を見ていた時にあのコメディなのに結構ありえない設定なのに、うん、それぞれのキャラクターすごい人間臭かったっていうのが良かったんです。そうですね、それはやっぱり一番大事にしてましたね、はい。で、だしこう、とにかくヒーローっていうのは、まあ僕なんか個人的な意見だけど、ヒーローっていうのは僕がヒーローだとか言うのではなくて、はい、人から言われるあの人はヒーローだって言われるようなヒーローなのが理想だと思うので、はい、そう言われるようなまあ、僕がやってた京介っていうのは、はい、東京出身で、はい、まあ、下町って言われるこう、はい、ベランメキ質っていうんですけど、はいはいはい、口はすごく普段悪い、はい、で態度も悪いし言葉も悪いんだけど、お前のことなんか綺麗だよって言ってるんだけど、何か彼にとか、誰かに友達とか、はい、大事な人に何か起きた時には真っ先に飛び込んでって助けるみたいな人が、はい、まあ、東京とか江戸っ子って言われる気質なんだけど、はいはい、そういうのを全面的に出そうというふうに作ってきました、ね。じゃあその江戸弁というのも設定の中にあったんですか？ありましたね。で大阪のグリーンの、はいはいはい、からお坊ちゃんの、はい、ブルー、はい、から お嬢ちゃんでアイドル気質のピンク、はい、からしっかりしてる男勝りのイエローっていうのは、はいはい、それぞれちゃんと設定として、はい、カーレンジャーを、まあ、1年間撮影されてたということなんですけれども、撮影されている時に何か思い出になった回とか、うん、あと、まあ、面白い話とかありますか？そうですね、思い出は言い出すとやっぱキリがないんだけど、はい、そうだな、一番記憶に残ってることとか、一番そのエピソードとしては、はい、僕個人はゾンネットとの恋愛の話、あ、はいはい、からリーダーの話っていうのが一番、はい、思い出に残っているので、そういう意味ではそのヒーローの部分とシャイな男の子の部分っていうその恋愛の部分をどうやって出すかっていうのが、ロケとかでもレッドレーサーを演じる横山さんとのコミュニケーションとか、はい、レッドレーサーがどういうお芝居をするのかっていうので、はい、自分のその後のシーン の役の作り方とかっていうのをずっと現場で見るっていうのをすごく楽しみに毎回、やり合ってましたね、はい、だから2人で作り上げるっていうことを大事にしてましたし、はい、その2人で作り上げる、つまりそのスーツアクターさんの横山さんとのコミュニケーションというのは、それと具体的にどういうものなの？具体的には、お酒です。ああ、完全にそのそうですね、なるほど、その環境を作るっていうのはその信頼し合うように。そうですね、はい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 、で何て言うかな、もちろん僕が作るものだから、僕が作ったものを横山さんが見てくれて、そのフィードバックして、はいはいはい、レッドレーサーを僕が見て、それをまた自分の京介にフィードバックするっていうのをこう繰り返す作業なんだけど、ロケが一緒に行って帰ってきた時とかは、まあ大体一緒に飲みに、はいはい、それからウェイトトレーニングとかも一緒にやったりとか必ずしてたし、その作品をどうしたいかっていう話もずっとしてましたね、はい、その絵が一番こう思い出としては個人的にはすごく楽しかったし、こうどん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 切磋琢磨していく、はいはいはい、いろんな努力重ねていくっていうのがすごく思い出に残ってるし、はい、あとはアフレコが多かったので、はい、僕ら本当に変身しないシーンのが多かったので、はい、変身した後のシーンのが多かったので、はい、戦わなかったし、だからそういう意味では5人の、チームワーク、はい、そのブースに入ってみて、はい、どういうアフレコだから、例えばアドリブを入れたい時も入れられるので、はい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 、本当に言ってたセリフと後から入れたセリフ違うけど、はい、辻褄が合ってたりとか、はい、そっちの方がその
全体のシーンをアフレコしていく上で、あ、はい、このシーンがこうなってるからこのシーンは、こういうセリフにちょっと変えてみよう、ニュアンスを変えてみようという話とか、はい、特にグリーンとの彼とのやり取りは、はい、あの本当にアフレコでこう神経を研ぎ澄まして、はい、より面白いセリフ、より面白いフレーズを言って笑わせた方が勝ちみたいな。なるほど。はいはいはい、監督が後ろでこう、はい、あのディレクションしてる、はいはい、ディレクションしてる監督を笑わすっていうことを一生懸命こうやってたような思いになってしまったんですね。はいはいはい、で逆に視聴者との、まあ、特に子どもたちとの触れ合いという点ではどうでしたか。子どもたちとの触れ合いっていう意味ではまずはイベント、まあ、ロケ地行っても、はい、あのわーってこう子供たちがいれば寄ってきてくれたりとかするし、はい、イベントも結構多かったので、はい、なんていうのかな、あのとても楽しい思い出がたくさんあったし、後楽園遊園地のショーも、はい、普段より多かったらしいので、はい、それも思い出に残ってるし、はい、ただでもやっぱりみんな思ってたのはやっぱりそのヒーローとしてじゃなくて、そのなんていうのかな、町とかみんなを守ってるお兄さん、近所のお兄さんっていうイメージを絶対に壊さないように、はいはい、お友達だよっていう、はい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 、あの僕たちが守ってるんだよっていうんじゃなくて、そういう手に届かないようなところじゃなくて、お友達とか、はい、近所のお兄ちゃん、はい、みたいな姿勢を崩さない。でたまたまみんなはテレビを通じて、はい、怪獣と戦っている姿を見てるけど、僕たちはあの近所にいるお兄ちゃんだよっていう風な姿勢で接してたので、はい、だから、まあ、その当時は後楽園地のお客さん見てても男の子より女の子の方が多かったりとかっていうことが、へー、その頼もしいところが、その親近感が、はい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 、あの強かったり、はい、共感してもらえる部分が多かったり、はい、敵がそんなに本当に凶悪というか怖くないように、そうですね、はい、敵もコメディだったので、はい、割と女の子が見せたんじゃないかなと思って、はい、お客さんも女の子本当に半々ぐらい、はい、男の子と女の子といるぐらい、普通は男の子ばっかりのはずなので、はい、それはあの後楽園のスタッフとかもみんな驚いてましたね、はい、僕らも驚いてるし、はい、女の子多いねっていう、はい、ある意味嬉しかった。設定はなんかそのモテなさそうな感じでしたよね。そうですね。京介はドジーで、あの普段何も考えてないというか、はい、楽しいことしか考えていないので、はい、あの仕事をサボることしか考えていないので、はい、そういう意味ではこう、本当に男前っていうか、あの2枚目の部分はブルーに任せて、なるほど、僕はドジ、あのグリーンの彼はまあおっちょこちょいとか、その関西人っていう気質、商売上手、はい、口がうまい、そういうのをあの前面にしてたので、はい、あんまりこうそういう意味ではかっこつけてない、普段は、はい、ヒーローだよっていう自覚をしていない、はい、いい意味で、はい、そういうグループでいようはしてましたね、はい、うん、はい、今思いついたちょっと質問なんですけど、はいはい、あの今日の京介のあだ名というのは設定上にはあったんですか、それともパッて出てきたものなんですか、すごい気になるんですけど、それはあれですか、あの英語にはちゃんと訳されてるんですか、それがですね、あのあそうですね、訳されてる気がするんです、まあ、モンキーフェイスになった、モンキーフェイス、はい、あのなんだろう、一般市民、あのポピュラーシティズンオブモンキーベースあ、そうなんだ、あれはでもね、あの台本です、台本ですか、台本です、台本にありました、まあそれね、それどっから来た、荒川さんかな、荒川さん、脚本家の荒川さんが多分、はい、そのゾンネとの恋愛話の担当というか、まあそういう感じだったと思うので、はいはいはい、その荒川さんの本で最初に出てきたのかな、
あれはゾンネットがつけたあだ名ですよね、確か。そうですね、猿顔の一般人なんか、だから要するにそうね、あれ台本ですね。でそれがあのシリーズ終盤の45話、はい、竹本監督のその完結編の時に、はい、その猿顔の一般人っていうフレーズがもう5回も6回も出てきたのでまあそれで多分いまだに、はい、あのそういうあだ名、はい、になっちゃってるみたいなので、はい、ある意味恨んでますけどまあ猿顔だけどもっと猿顔いるだろうみたいなあれもそれも愛着湧きましたね、視聴者としては我々は見る時に。あ、なるほど、なんかその相性みたいなものになってしまったと思いますね、うん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 、で今思い出したんですけど、そうですね、モンキーフェイス、レギュラーシティズン、レギュラーシティズンそうですか、はい、そうか、それも翻訳されるんだねそうですね、面白いね。でそこからちょっと質問があるんですけど、はい、あのこういう、まあ、結構カーレンジャーって日本っぽい作品じゃないですか、うんうん、いろいろと、ね、コメディの、はい、ところとかいろんな設定とか、まあ、その怪獣が芋羊羹を食べて巨大化するということになるんですけど、で、あの岸さんはそのアメリカのこのアダプテーション、はい、あのターボ、パワーレンジャーターボの、はい、2代目のレッドの、はい、TJ のね、 TJ の声優吹き替え の担当されてるっていうわけなんですけど、日本語版ね、はい、どういうふあの感覚なんですか、こういうすごく不思議に思うんですけれども、僕はカーレンジャーの仕事の総仕上げだと思って、はいはい、パワーレンジャーの吹き替えをたまたま日本で作っていたので、はい、ぜひやらせてくれとプロデューサーさんにお願いをして、岸さんからじゃあ出られたんですよね、その、そうです、はい、お願いをしてぜひやらせてくれと、はい、そしたら本当にたまたまその TJ にトミーだったかな、トミーですね、はい、から TJ にスイッチするタイミングと、はい、僕がスケジュールが開くタイミングがぴったりあったので、じゃ あのお願いしますって言ってくださって、はい、まあそれはもう自分のカーレンジャーとの最後の仕事だと思って、はい、あのすごく大事にやりましたけど、はい、やってる以上はパワーレンジャーのキャラクターを大事にしてするつもりだったので、はい、もう別物だと思ってやってました、はい、逆にあのパワーレンジャーの仕上げの仕事だけど、はい、パワーレンジャーの世界観というのを、はい、ターボの世界観というのを大事にしようと思ってたので、はい、全くこうそれはそれで楽しんでやれてましたね、はい、あのだけどそのプロデューサー、日本のプロデューサー側からは、やっぱり見てるお客さん、日本のお客さんのために吹き替えを作ってるので、はい、あのカーレンジャーのフレーズを匂わせるところも作ってほしいということで、ああやっぱりやったんですか、技の名前とか、はい、武器の名前とか、はい、まあを僕がその吹き替えの方のディレクターと相談をして、はい、あのカーレンジャーではこういうふうに言ってたんだけど、もしその技の名前とかやっぱりああいうのって日本的じゃないですか、そうですね、その技の名前とか技あの必殺技をこう言うっていう叫んで発射するみたいなやつ、はいはいはい、は日本的なので、それは、はい、まあもし日本語の日本語吹き替えなんだから、はい、取り入れてみたらどうでしょうか、はいはいはい、って話とかをして、カーレンジャーと同じ名前にしてもらうところを作ってもらったりとか、はい、あとまあもう一番面白かったのはその TJ ってレッドが変わった時の彼が、はい、まあ言ったら僕にちょっと似てるというか、あのどんくさいし、あのこれちょっと訳せるか分かんないけど、あのちょっとなんかあのなんていうのかな、可愛らしい、はい、ファニーな、はいはいはい、ところもあったりで、なんていうのかな、なんか僕に似てるなと思ったんです、はい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 、なのですごくやりやすかったし、いつか彼と会う日が来たらいいなみたいなことも思ってたり、あのすごくいいあの仕事をさせてもらえたなと思って
ましたね。じゃあ結構キチさんからのインプットが多かったんですね、意外と。そうですね、でも役作りでもその後僕が声優を続けていく時にも割と黒人の人が多くて、はい、声優さんでも声の太い人とか特徴のある人は黒人をやることが多いんだけど、はい、僕もそういう役が多いのでやっぱりそういうきっかけになった作品だし、はい、なるほどですね、はい、すごく楽しかったですね、はいはい、で僕が一生懸命頑張ったおかげかどうかわからないですけどその後のインスペースとか、はい、それから、ワイルドフォースとか、はい、そういう作品でもその経験者、はい、純粋にボイスアクターじゃなくて戦隊をやってた経験者を使いましょうっていうふうに、はい、考えてくださるようになって、はい、それで松風くんとか、はい、田中恵里ちゃんとか、はい、小川照明さんとか土田大さんとか、はい、あと誰だ、まあ、前原もいたかな、銀河マンのライトの前原くんとかも、はい、使ってもらえるようになって、はい、でそういう意味ではこう後輩にもこういい影響を与えることができたかなと思って、はい、パワーレンジャーのお仕事として、そういう意味ではすごくいい仕事だったと思います、はい、うん、それでですね、今はこれでいい流れができたと思うんですけど、はい、まずその、まあ、カーレンジャーとの、うん、まあ、さよならしたいという意味でそれをされたんですけれども、そして、まあ、岸さんが吹き替えを担当されたということで他の俳優さんも女優さんとかも呼ばれるようになったということになるんですと思うんですけど、それちょっと実はですね、はい、それもいろいろとプロデューサーからのインタビューとかで調べたことなんですけど、あ、本当ですか、ゴーカイジャーで出演された回というのが予定としてはそれが唯一だったらしいんです、はいはいはい、で岸さんが出演されたことで、うんうん、レジェンドの回数を増やしたという噂がすごく多くて、そうですね、まあでもレジェンドはもともと2話に1本やるっていうふうには聞いてたんだけど、はい、まあ僕が出て面白かったというか、まあある意味良くも悪くも話題にはなったと思うので、はいはい、そういう意味でレジェンドの皆さんが俺も出たいと思ってアプローチした方がたくさんいるっていうふうには聞きました。そうですね、小川さん実はまあ、メールなんですけど、はいはい、インタビューをさせていただいたところがありまして、ああ そ, で、うん、でその時に聞いたんですね、やはりその岸さんがきっかけを作ってくれたおかげでみんな進んでいるようになったという、そういう流れを作ってくれた意味でまた繰り返すんですけど、ことはでそれ でまたカーレンジャーと再会することになるんですけども、うん、 そ, うですね、その時はどんな感じでしたか。これ言ってるかな、わかんないけど、僕一回断ってるんです、か、豪快さん、はい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 、絶対にその違う戦隊とカーレンジャーっていうのは交わることができない、なるほどなるほど、し僕はそのカーレンジャーっていう世界を守りたかったので、はい、一回お断りさせていただいたんですけど、はい、そしたら、まあ、マネージャーのところに、はい、プロデューサーからそのオリジナルの脚本の小浦沢さんと監督もオリジナルの坂本さんを使いますのでこれをメッセージだと思ってくださいっていうふうに言ってもらったんだよね。それで、まあ、そこまでしてもらったんならやるしかないっていうことで、はい、やることに決めて、はい、で衣装合わせの時に監督とかとこう打ち合わせをするんですけど、はい、そう、ゴーカイジャーの時に、はい、まあ、出ることに決めて、はい、で衣装合わせっていうのがあるんですけど、はいはいはい、衣装合わせの時に、まあ、監督さんとかと久しぶりに顔を合わせてスタッフさんと挨拶をするみたいな時があるんですけど、その時に、はい、まあ、衣装がまず京介のシャツがないっていうことで、はい、僕がその放映当時に1枚だけもらっていた、実際にこう最終回でこう戦って着られた、それキープされてたんですか。そうです、僕がもらっていた、はいはいはい、まあ、唯一なんかもらえたのはその衣装だけだったんだけど、はいはい、じゃあそのシャツを持ってきますと、はい、もう実際着たらもうピッチピチだったんですけどそのシャツをじゃあ持ってきますからっていう話をしたら、はい、まあ、スタッフさんもなんかすごくこうやる気になってくれてるみたいに思ったらしくて、はい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 、で
台本を読んで監督と相談をして、じゃあ小道具は、まあ、できたらロケットのペンダントをが欲しいって言ったんです、はい、そしたら小道具のスタッフの人が、はい、まあ、カレンジャー好きだったんだと思うんだけど、はい、中の写真はお姫様の写真にしますか、暴族のにいた時の写真にしますかって答えてくれた、覚えてたんですけど、どっちもいいよっていうそのスタッフの人も、はいはいはい、みんなカレンジャー好きだ人がとっても多くいたみたいで、はい、で僕も本当にこう大切にこのね、ゴーカレンジャーの、はい、一本を暴れてやろうと、はいはいはい、思ったのもあって途中出てくるコーヒー牛乳も僕がお願いして、はい、あれもアドリブ、まあ、その当時彼らにはアドリブで急にコーヒー牛乳を渡すっていう、はい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 、だけど僕はもそもそもお願いをしていた、はいはいはい、それから公園で子供たちに紙芝居をしている時も芋ようかんを子供たちに、紙芝居ってほら日本の紙芝居は、はい、紙芝居やってる時に飴とかお菓子をか売って配ったり売ったりして、はいはいはい、でそれを収入にして紙芝居やってあげる、はい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 、それが日本の紙芝居なんだけど、はい、それと同じように芋ようかんをあげるっていうシーンをちょっと作りたいって話をして、はいはいはい、そこまではちょっと監督とちょっとやりすぎかもしれないからやりましょうって話をしたんだけど、はいはい、まあコーヒー牛乳を豪華者に助けてくれたお礼にあげる、はい、そういうシーンを僕からお願いをして、はい、つまり原作を見てない人はわからない、わからないけど全編シュールなものにしようと、面白いものにしようということで、はい、そういうふうに全員が協力してくれて、で僕がお芝居する時も、まあ、松村さんというカメラマンさんも本当に怖くて、はい、何かちょっと良くないお芝居とかするとすぐ怒鳴って、はい、若手を育てるために怒鳴ってくれる、はいはいはい、いいカメラマンの方なんですけど、はい、そのカメラマンの方も僕の芝居を見て、はい、そのスタッフに対してこの人はこの人の芝居に俺たちは全部合わせると、はい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 、だからそれに合わせなきゃ俺たちはプロじゃねえぞっていう風にスタッフの方は怒鳴ってくれて、はい、まあ、僕は自由に芝居をするので、はい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 、急にこう掴みかかったり、はい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 、急にこう体育座りしたりとか、あれも全部急にやったりすることなので、はい、そのカメラマンの松村さんって方もすごくこう、まあ、乗ってくださって、はい、でそうやって、できたり、はい、アクションのところも石垣さんってカーレンジャーもずっと一緒にやってくれた、はいはいはい、人だったので、ターボレンジャーに変身するくだりを入れたりそれからレッドはもちろん福沢さんだったので、はい、レッドレーサーとは違う、マーベラスなりのレッドレーサーにわざわざこう違うようにしてくれてたりとか、はいはいはい、あとジェラシッドじゃなくてインサーンの大林くん中に入ってて、はい、大林さんとかも京介を振り回すためにあそこ一瞬人形に変わるとかっていうのはあるんだけど、それも大林くんが考えてくれたりとか、はい、みんながそれぞれアイデアを持ち寄ってこう面白いものにしましょうっていうふうに、なんかカーレンジャーだからこうギリギリまで、はい、いい意味でふざけられるように作ったのが、はい、14話 で、 そ、 うです。それがきっかけでこう広がってくれたんだったらすごく嬉しいし、はい、そういう話聞いてます、ね、なぜかジェラシッドだけ生き残っていろんなところに出るという、はい、こととか、それもまたカーレンジャーっぽいですね。そうですね、はい、まあそういう意味ではまあ、もちろん僕のせいっていうわけじゃなくて、スタッフ皆さんが一致団結して作れるようになったっていうことっていう意味では、はい、すごく僕の仕事、今までいろんな仕事をやってきた中でもすごく楽しかった、はい、いい現場だった一つの仕事ですね。でもすごく久しぶりだったけど、その、うん、
岸さんが守りたかったカーレンジャーを守れたっていう。そう思えたらいいんですけどね。はい。まあ一人称が違ったりとかね、浦沢さんがその台本の時点で私はなんて自分のこと言ったことないんだけどそういう風になってたり。でもそういう面ではどうですか、そのこの豪快者に出てきた京介は、まあ、何年も経ってからの京介じゃないですか。そういう面ではどういうふうに違ってたんですか。いや、もう根本的には何も変わってなくて、あの紙芝居、あの役者をやってますって、あ、これは本邦初公開ですけど、あの台本上では、はい、あの大いなるあのカーレンジャーの力を失ってしまったから、はい、役者をやって紙芝居をやってますけどって言ってるんだけど、僕の中では全然それはただ仕事をペガサスの仕事をサボる口実でしかなくて、なるほど、例えばシグナルマンと京介が未だに交流があって交通安全の、はいはいはい、あれは本当本来はシグナルマンがやるような話なんだけど、はいはいはい、シグナルマンと京介が未だに仲良くて子供たちに交通安全を教えてあげようよっていう話になって、はいはいはい、じゃあ僕が暇な時に紙芝居作るから、なるほど、やるよっていう、その仕事をサボってる一環であそこにいるっていう中に誤解を巻き込む、はい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 、ような感じというか、そういう設定を自分で考えてやったつもりなので、はい、決してペガサスを辞めたりしたわけではないですよね。逆に変わってくれてなかった。そう、変わってはいないと。変わってなかった、うん。